はい、どうも竹の子塾の大久保です。今回も一緒にね、中学数学を勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。で、今回やっていくところはこの文字の式ね、24回目。で、今回は不等式ね、前回までは等式っていうのをやってきましたけど、それに負がついた不等式っていうのをやっていきます。はい。で、まぁ、ちょっとね、この不等式っていうものに入る前に一つね、正負の数のところの復習をね、やってみたいと思います。いいでしょうか。で、どんな問題かというと、-3 と -5 の大小大きさね、を表しましょう。ね、まあ、どっちが大きいかっていうと、こっちでしたよね。-3 の方が -5 よりも大きいね。じゃ、それをどういうふうに表せたかというと、-3、-5 とあって、この記号ですね。この記号で、ね、こっち口が開いて、こっちとんがった状態になってて、大きい方がこっち、小さい方がこちら、ね、いうふうに表すことができました。ね、で、このね、記号のことを何と言ったかというと、これを、不等号とね、言いました。で、不等式っていうのは、このね、不等号ね、どっちが大きくてどっちが小さいかを示す、この不等号を使ってね、代償の関係の表すね、代償関係を表す式を作っていくね、作られたもの、それが不等式になりますね。で、まあ今だとね、あと言葉でしかあんまり言ってないので分かりにくいと思うので、具体的にね、ここの問題で、ね、不等号ってね、どんなものなのかね、で、不等式ってどういう風に作るのかというのを見ていきたいと思います。はい。で、まず1番目はね、A は5より大きいっていうことなので、これは A があって、5があって、ね、5の方が A より大きいです。あ、逆にすいませんね。A の方が5より大きいですよっていうことなので、不等号を使って、こういうふうに表しますよ。ね、不等号を語に使って、ね、A の方が5より大きいですよっていうね、この関係を表した式ね。まあ、まさしくこういうのが不等式になります。はい。で、続いて2番目。A は5未満である。ね、未満って何だったかというと、まあ、要するに5より小さいってことですね。5より小さいということは、また同じように、A と5を比べると、今度は5の方が大きい、A の方が小さいっていうことなので、ね、不等号の向き、こういうふうにすればこれが答えになります。で、次ね、3番と4番が少しね、厄介なんですけど、今度はより大きいとかより小さいっていう表現じゃなくて、以上以下という言葉がね、使われています。以上っていうのは、 B は5以上って言った時は、 B は5か5より大きいかですね、6、7、8というふうなことですよね。同じように B は5以下って言ったら、 B は5と同じか5より小さい4、3、2、1の数になるということですよね。っていうことなので、まず B があって5があってね、5より大きいだったらこれだけでいいんですけれども、以上ね、 B と5が同じ場合もあるよって言いたい時にはね、この下にちょっと綺麗に書きますね。このイコールね、この不等号の後にさらにこのイコールのね、記号もくっつけて、こういうふうに表すと、以上と、 B は5以上というのを表すことができます。不等号の下にこのイコールのね、記号もくっつけるとね。で、同じようにこの以下もですね、 B があって5があって、でこのね、不等号の、ね、記号の下にイコールをつけてあげると5以下ですよっていうふうに表すことができますよ、ね。で、ここでね、書いたこの4つの不等号ね、これとこれ、そしてこの以上と以下っていう、この4つの記号ですね。この4つの不等号で、このね、この左辺と右辺のね、代償関係を表している式のことが不等式と言いますよっていうことですね。
いいでしょうかね。この4つのね、記号をね、しっかり頭に入れておいてください。はい。で、あとね、もう一つおまけみたいなもんなんですけど、ね、今度は x は負の数ね、マイナスの数であるという、このね、内容を、この不等式で表したらどうなるでしょう、とね、いう問題です。ね、x は 何かの数より小さいと。ね、何の数が入るか、ね。まあ、負の数っていうのは、負の数っていうのは、この、すいませんね、行ったり来たりしてるんですけど、数直線で表すと、0があって、プラス1があって、マイナス1があって、この0よりも、こっちね、左側、こちら側の数が、負の数、マイナスの数ですよね。ということは、何より小さい数になるかっていうと、0ですよね。0より小さい数、0よりこっちの左側、数直線で言うと0よりも左側なのが、マイナスの数、負の数ですので、ここに入るのは、つまり、0ね、x は0より小さいですよ、とね、まあ、こういう問題になってます。ね、まあ、これはちょっとね、おまけみたいなもんなんですけれども、この4つですね、より大きい、より小さい、以上、以下ね。この4つのこのね、不等号を使って、大小関係をね、式で表したものが不等式だというのをね、しっかり頭に入れておいてください。では今回これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。